さあ今回は三菱重工未来物語三菱重工が未来何を見て今未来のために何をしようとしているのかそれについて紹介していきたいと思いますじゃあその前にまずはですね三菱重工が持っている強みについて紹介していきたいんですけども三菱重工が持っている強みっていうのはですねあらゆる分野で一流の製品を作れることこれが三菱重工最大の強みなんですねでこの強みを支えているのがこの4つなんですよまず1つ 圧倒的な事業規模グループ力を含めた圧倒的な事業規模があるんですこれは一つの規模において一つの種類の事業において「めっちゃ規模大きいね」ではなくいろんな多軸的な多分野的なところに対して三菱が入り込んでいっているのでその事業の連携性がめちゃめちゃ強いというそれが圧倒的な事業規模そして二つ目が開発のスピード力ですね。 三菱重工はなんと500以上の製品を持ってるんですねでそれを支える幅広い開発力があるんですよ500以上の製品を開発し続けてるんですねつまり他よりも多くの技術を持ってるんですそもそもさらにこの三菱重工という会社はですね自前でなくても OK っていう ほとんどの企業はやっぱり技術は自社で作っていかないといけないのよっていう考えがあるんですけど三菱重工ははそうではない必要なものがあれば他から借りてこればいいじゃないっていうそういう考えがあるんですね。で例えば この分野に参入したいなってなった場合にいろんな技術を持ってる500個の製品を開発してきたこの技術のこれとこれを組み合わせて何か足りないものがあって他が何か作ってるんであればそれを持ってきてミックスさせることによって新しい事業ですとか新しい製品を開発していくっていうその体制がめちゃめちゃすごいんですね。これによって新規製品をすごいスピードで出しながらいろんなところに 発信できるっていうこれが三菱重工最大の強みになってくるとつまり全体を作る開発コストがめっちゃ少なくて済むっていうさらにこのスピード開発開発だけではなく研究とかにおいてもすごい力を持ってるんです研究分野では45個のテクノロジーっていうのに分けて研究を進めていくんですね例えば流体ですとか電熱とか燃焼とかあと構造とかそういったことに細かく分けていくんです でその分野をさらに分けてなんと600個600個まで細分化して研究開発を進めていくんですなのでどんだけ大きい課題もいろんな課題にさらに細かい課題に分けていけばその600個の研究開発の中にどれかに入るよねっていうなのでどんだけ大きい課題が来ても全然大丈夫っていうそれが三菱の開発体制なんです さあそんな中ですね次にすすすごいいのがコストダウン体制ででね原価管理めちゃめちちゃゃ厳しいんですってつまりどんだけいい製品もめちゃめちゃお金を出して人を集めて技術を磨いた上でめっちゃいいものをどんだけ時間をかけて作ってもコスト高かったら売れないよねっていうコストを下げる技術それも大事ですっていうのが三菱重工の考えにあるんですよ。 なので物を作るための原価コストですねコストを下げることによって売りでも下げられるそうすることによって人々が手に取りやすい製品を作ることができるっていうそういう思いがあるんですよそして最後が防衛から生まれた最新の最先端の技術を使えるっていうこれが三菱重工の最大の強みとも言ってもいいぐらいなんですよ このの最先端の技術本当に最先端,の先端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 の技術がどこに使われるかっていった場合一番最初に必要とされるのは防衛なんですよ。カメラの解像度を高めたいミサイルのやつをやりたいとかいろいろあるわけでそれが全部防衛が重要だからなんですね。でその防衛に培った技術っていうのも汎用的になってくるでその技術をいち早く使えるのが三菱重工なんです。だから三菱重工は 何でも幅広い分野をやりながらも防衛もしっかりと組み込みながらいろんな事業に手を出しているんですね。でこの4つの強みがあるからこそあらゆる分野で一流の製品を生み出し続けることができているんです。さあそんな三菱重工今でもすごい事業規模なんですけれども未来何を見ているのか今回その三菱が見ている未来を3つに分けました。まず1つが 電化化と知能化全て電気で打くようにして電動化した上で人工知能とかそういったものとミックスさせることによって自動化を進めていきましょうというそのプロジェクトそしてもう一つが脱炭素二酸化炭素出さないシステムを作っていきましょうというそして私が一番鍛える最後ロケットこのロケットっていうのが、まあ、この前ですね H3 ロケットの打ち上げに成功したんですけれどもこの成功が三菱の将来を私は大きく変化させていくと思ってます、まあ、それについてはですね私も結構思いも入ってくるので最後お伝えしたいと思いますじゃあまずは電動化ですよね電動化これを何してるかっていうとこの中でも3つに大きく分けられてるんですよまずは最先端の自動輸送ロボットを作りましょうっていう でこれ何かっていうとああ自動化ねただの自動化ねとかじゃないんですよ例えばスーパーとかそういうショッピングモールとか行った時に駐車を自動化しましょうよとパーキングの自動化ですねえそれって車自体が勝手に自動パーキングシステムみたいなのがあって適当にやるんじゃないですかっていうふうに思うと思うんですけどそんな未来はまだまだ先なんです三菱がやろうとしているのはあの ファーっとつきましたそしたらロボットが迎えに来ますもう降りて行っていいですよ止めときますじゃあお願いしますって自動で止めてくれるっていうでまたどれぐらいであと5分ぐらいで着くから出しておいてって言ったら出しておいてくれるっていうそうすることによって自動車をきちきちに止めることができるんですねつまり土地の有効化とかもできながらユーザーは駐車場を探す手間がなくなるっていうこれによってショッピングに使える時間が大幅に増えるわけですよね 雨が降ったら近いとこ止めたいいなっていう風になったら近いいいとこ止めればいいんですで近いとこ止めた上で自動パーキングシステムくんが連れてってくれるんですよね車だけをまたでまた帰る時にはその一番近いところに止めてくれるっていうなんと素晴らしいシステムなんだっていうのを作ろうとしてるんですねで次自動ピッキングソリューションってやつがあるんですけどこれ我々はあまり関係ないんですが製造業物を作ってたりですとか物をいろいろ動かしてるところにはすごい革命的な話なんですね 何か物を動かす時に自動でもう勝手に動かしてくれた方がいいじゃないですかで上に棚とかあった場合にそれも自動で取ってくれた方がいいわけじゃないですか人が動く必要はないんですよね特に重いものとかそれを全て自動化しますよっていうマシンへの投入とかも物を適当に置いといてくれればちゃんとやっておきますよっていう段ボールもこっからここまで全部自動で運びますよとか。 そういうところを全部含めて自動化しましょうよっていう工場に革命をもたらす。それが三菱重工が次にやろうとしていることなんですね。これと合わせて無人フォークリフトなんかもやってるんですよ。フォークリフト大変ですよね、人がいて。ここからここにやるっていう単純作業のフォークリフトの仕事もあるんですよ。それも全部自動でやりましょうと。で、人は何をすればいいか、監視してればいいんです。今までフォークリフトを乗るには、運転手が一人必ず必要だったんです。 ででもそうではない自動化することによって3台とか4台とか5台とかそれを1人の人が同時にディスプレイで管理しながらちゃんと運用できるっていうそういうシステムを三菱は作ろうとしてるんです、ね、それが先進的自動搬送ロボットなんです、ね、じゃあ次にですねやろうとしてるのが全自動無人運転車両システムなんですこれ簡単に言うと電車を全部無人で自動化しましょうねっていう話ですでにマカオに入れられてたりするんですね さあこんなことをやりながら最後の自動化機械学習を用いた工場全体の自動管理システムこれ工場っていうのは結構やっぱどこも複雑なんですねこれをやっておいて次これやってこれやってこれやってここにこれを移動させてみたいなところがいろいろある中でそれを全部人がやってるとやっぱりミスが起きたりですとか速度とかもゆっくりになったりとか、まあ、怪我した時に生産が止まったりとかするわけなんですよ。 じゃあそれれをどういうういいいにしして管理すればいいんでしょうかその管理を全部人がやるんではなくて自動化しましょうねっていうところで生産システムとかあと AR を使ったあのゴーグルみたいなのを使った AR 技術を活用して現場の作業を楽にしたりですとかあとは人の動きとかあらゆる動きそういった動線を解析して現場を改善したりですとか遠隔監視ですよね全然遠くのところから工場をモニターで見ながら異常を即時判断するっていう。 夜やっぱ人がいなくなった時に異常が起こった時にすぐに察知したいそれを全部自動でやりましょうねっていうそういった工場規模の全体を含めた自動化とか今後やっていきますっていうふうに言ってるんですこの3つがですね三菱が未来に始めている自動化なんですね人工知能 AI とかいろんな機械学習とかを使った自動化で次にやろうとしてるのがビッグプロジェクトです脱炭素化 これ脱炭素化だけ聞くとあまたそれですかっていう SDGs ですかっていうふうになると思うんですけどこの脱炭素化っていうのはめちゃめちゃ重要なんですねもちろん地球温暖化が進んでいるので炭素を出さないようにするっていうのはそもそも重要なんですしかしこの脱炭素化するためには一体何をすればいいかっていうと効率をめちゃめちゃ上げないといけないんですね 効率をを上げるるシステムを作るそのシステムができれば必然的に脱炭素でできるんですなので三菱は何をしようとしているかっていうと究極の効率を求め始め始てきたんですじゃあそれ何かっていうとまずは火力発電システムです今三菱はこの火力発電に用いるガスタービンっていう燃焼エネルギーを回転エネルギーに変えてそれを電気に変えるっていうこのガスタービンっていうシステムのシェアが世界ナンバーワンなんです。 でこのガスタービンっていうのはやっぱ燃焼物を燃焼させるので特にあのガスですね天然ガスとかを燃焼させるので二酸化炭素がやっぱり出てしまうんですどうしても出てしまうなぜなら燃やすからそもそも炭素を燃やしてるからですじゃあ次どうするのかガスタービンから撤退しますっていうのが違うんですガスタービンっていうのはやっぱり電気を発電する上で今後まだまだ重要性は高いんです じゃあどうすするのガスを変えるんです今なんで二酸化炭素が出てるんですかってなったら天然ガスを使ってる方なんですね。その天然ガスの中に結構炭素が入ってるのでそれが一緒に燃えちゃって二酸化炭素が発生してる。じゃあ炭素が入っていないものを使えばいいんじゃないんでしょうかっていうところで水素を使おうとしてるんです。水素タービン それがが三菱が未来を目指しているところなんですねで今一気に水素タービンっていうのは難しいので天然ガスと水素これを混混合合させた混合ガスでで実験とかしてるんですじゃあなんで水素をすぐ切り替えれないんですかもう変えちゃえばいいじゃんっていうふうになると思うんですけどまず一つ水素自体を燃やすのは難しいんです。 これすごい皆さん爆発するから水素って燃えやすいんじゃないのっていう風に言うと思うんですけどこの爆発するエネルギーが強すぎるんですね水素はそうすると中で普通に爆発してタービン壊れちゃうってなるのでタービンが壊れない爆発量が必要なんですそれをコントロールするのがめちゃめちゃ難しいんです ちなみに天然ガスはその爆発する量っていうのが結構緩やかだったりするんですね水素と比べるとファーッと行くからちゃんとこの動きに変えれるねっていうのがあるんですけど水素ブーンってなるのでもう、まあ、急にブーンってなっちゃうわけですよ壊れやすいっていうすぐに変えちゃうとなので天然ガスと混合させながらいかにその水素の燃焼をコントロールするのかっていうところを実験してるんですねそしてもう一つ大きい理由が水素ってまだそんなにないんですよ 水素を作る水素の原料っていうその水素社会っていうのはまだできていないのでまずは今後から始めましょうっていうところで始めてるんですけど今後この水素社会になってきた時に必ず必要になってくるそれが水素タービンなんです三菱は今もうそれを作り始めてるんですねで次次の脱炭素効率化ってなったらやっぱり燃料電池なんです燃料電池を本格的に開始したんですねで燃料電池っていうののはその、まあ 基本的にはよく言われているのは水素と酸素をその燃料電池っていうシステムに入れることによって電気を発電するっていうものになるんですけどもこの三菱さんがやろうとしているのは水素じゃないんです実はこの燃料電池っていうのは水素だけではなくて普通のガスとかも使えるんですね。でまずガスだけでやると効率はめちゃめちゃ悪いんです。その発電している部分はいいんですけども反応しなかった部分っていうのは流れていっちゃうんですね。 じゃあどうするのかってなった場合にまず燃料電池を使ってガスから電気を取りますガスのちょっと化学反応させて電気を取るでそうすると余ったものがあるのでそれを燃やしてガスタービンで回収するんですねエネルギーをで三菱はこのガスタービン技術っていうのがめちゃめちゃ得意なんですよなので燃料電池とガスタービンのハイブリッド技術をまずは作ってそれで発電効率を 70以上にしよううっていうそういうプロジェクトももうすでに進んでるんですちなみに今の発電効率は50%それを超えた70%以上の発電効率効率のいいものを作れば炭素は減るんですさあそういったところももうすでに動き始めてるんですその商品の名前は「女神っていうんですけどあの「女神と書けてるんですねだしあれですでもそういった形で三菱は未来に向けてどん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 動き始めてる。 そしてこの CO2 出さなないいだけじゃないもう一つ重要なのが CO2 の流通を可視化するっていうつまり CO2 っていっぱい出てるねって言われてますけどどこでどれぐらい出てるかっていうところは全然見えてないんですね例えば工場の中でどれだけ二酸化炭素出てますかって言うと「えわかりません」っていうふうになるんですよじゃあどれだけ削減しますかっていうところの目標も立てれないんですよねそここを見える化しましまょううよっていうところで 日本 IBM と協力して CO2 の流通を可視化できるシステムそれを作ってるんですでそうすることによってそれを導入した会社は自社のどこで二酸化炭素がいっぱい出てるかも分かりますし導入会社した同士の連携とかを組めば二酸化炭素が世界でどういうふうに使われているのか世界のどこから二酸化炭素がいっぱい出てるのかっていうところも分かるようになるっていう。 そういうい二酸化炭素に対してもうめちゃめちゃきにこやくケアできるようにしてるんですねでそのシステムを導入してここめっちゃ奥出てますよってなった場合にそこに新しい設備効率のいい設備自社の設備をドーンと納入することができれば三菱さんはいいねってなるわけですよそういった形で CO2 の可視化とかもやろうとしてるとそしてもう一つがデーータタセンターの冷却システムなんですこれね我々ねあんまり気づかないと思うんですけど これからですね AI とかいろいろと流行ってくる中で一番熱がが発生しててになってくるのがコンピューターなんですねでコンピュータータっていうのは基本的にはサーバーって言われるものこうバーッと積んである計算装置があるんですけどそれが熱くなってしまうともう計算できなくなったりとか停止したりとか最悪壊れてしまうそして火事になったりする可能性があるのでそれを冷却しないといけないんですね。 で冷却しないといけないんですけど冷却するためにはエネルギーがかかるんですつまり電力がかかるんですでそうするとどうなるか二酸化炭素が出るんです不不要要なな冷却すするためだけの不要な二酸化炭素が出てしまうんですねじゃあその冷却システムこれを効率化しようというところで三菱がやってるのがですねサーバーを液体にドブ付けして冷やすっていうふうなシステムを作ってるんですねえっ つけちゃっていいのって言ったらその水につけたらショートしちゃったりですとかダメなんですけど絶縁のの液体っていうのがあるんですよそれにつけて強制的に冷却するっていうでそもそもそういった冷却システムっていうのは今まであったんですよでそのシステムは従来型のシステムっていうのは全部一気に1本層にボーちゃんとつけるっていうやつだったんですけどこれだと冷却効率があまり良くないんですねじゃあ三菱何するかっていうと一個一個 をラックに分けけてて冷却していけば冷却却しいば効率めちゃめちちゃゃ良くなりますよねっていうところでこれまでのサーバーの冷却効率その消費電力の90%以上を削減しようっていうところを NTT と作ってたりすするわけなんですよねでそれを使ってサーバー一個一個の冷却が9割カットできればデータセンターですねそのサーバーがいっぱい置いてあるそういうセンターとしてはなんと43%の消費電力をカットできるっていう。 その分二酸化炭素出さなくていいよねっていう風に言ってるわけなんですねなので三菱はですね脱炭素二酸化炭素を出さないようにしよう出さないようにしようっていう風に言ってるんですけど影で何をやってるかっていうと効率がいいやつをめちゃめちゃ作ってるんですそういったいろんな分野の課題ですよねガスタービンの課題ですとか燃料電池の課題とかそのシステム的な CO2 の課題とかデータセンターの課題とかこういうあらゆるところ に対して同時に技術を提供できるのが三菱重工事業規模の大きさなんですよねさらにその技術力ではめちゃめちゃ高いので他社が真似できないぐらいの効率の高い製品を作ることができるっていう。だから三菱重工は強いんですそんな強い三菱重工私期待しているのは次のロケットなんです H3 ロケット2024年2月17日 成功その1年ぐらい前ですかねバーっと成功しかけたんですけども最後エンジンがつかないっていう宇宙まで行ってエンジンがつかないっていうところで失敗に終わったリベンジがなんと成功するロケット成功これはめちゃめちゃすごいことなんですね H3 ロケットの今回の最大の目的は何かっていうと製造コストを下げることなんですそもそも日本は三菱重工はですね H2 ロケットっていうのを作ってたんですね。 で、H2 ロケットっていうのがだいたい100億円かかるんです1回上げるのにで、それだとお金かかりすぎるよねっていうのがあったんですねで、これからこのロケット産業をもっと広げていく他国に対しても売っていくためにはどうしても原価を下げないといけなかったんです製造コストを下げないといけなかったんですじゃあどれぐらい下げるんですかって今回下げたのがなんと半分50億を目標にしたんですね でこの下げる技術これが三菱重工のまた強みですよねコストダウンこれができる体制が整っているのが三菱重工なんですよこれまで H2 ロケットっていうのはですね特殊なそれ専用の加工したものとかいろいろ使ってたんですねなので全部の部品が言ってしまえば特注に近かったんですいやいやそうじゃなくてもできるよねっていうところで汎用性の高い安いもので安全性を確保しながら作ったのが H3 なんです でこの H3 が今後日本の産業を支えていくかもしれないというふうに私は思ってるんですね。なぜならこのロケットっていうのを打ち上げる場所っていうのは限られた場所しかないんですよ。なぜなら打ち上げる時に向こうに他国ですよね。島があったらそこに打ち込んじゃう失敗したら落ちちゃうんで NG なんです。つまり海に向かって打たないといけないんですよね。 で地球の自転を考えた場合に地図で打つと右側に向かって打たないといけないいいとけですじゃあ右側が海の地域ってどんだけありますかって言ったら結構限られてくるんですねしかもできるだけ赤道に近い方がいいってなったらなかなかないんですさあそれを持ってるのはどこ日本なんですよねつまり日本というのは世界でも有数のロケット打ち上げ場所を持っているんです でこの宇宙っていうのはやっぱ衛星から監視したいとかっていうところで軍事用とか GPS とかいろんなところで必要になってくるんですねそれを自前で持ってる国が今後めちゃめちゃ強くなってくるしかし実国の衛星を打ち上げたいとしても打ち上げられない地理的に打ち上げられないしかも高いってなった場合にどうするか他の国の国システムを使わせてもらうしかないんですそうするとそこの国と関係性が悪くなったら 国の力が弱まままってしまいますよねなのでどうしても自国の衛星を上げたいんですじゃあどうするのか打ち上げを頼むしかないんですよねどこに頼むのか安くて品質の高いところに頼みますよねそれを日本が取っていくっていうそうすることによって日本は世界で一番衛星を簡単に上げられる国になることができるんですさらにですねこれから 自動車が EV に変わっていった場合に自動車のエンジン技術燃焼技術を持った人たちが溢れちゃうんですよねいらなくなっちゃうそれをエンジン分野の方で採用してより効率のいいエンジンをどんどん作っていくことができれば打ち上げコストはさらに減っていくっていうですでにですねアメリカの衛星通信サービス大手からの受注とかも決まったりするそうなんですよでライバルはあのイーロン・マスクスペース X これが強合になってくるんですけれどもまだまだ勝てる余地は高いなぜならイーロン・マスクっていうのはまだ浅い会社なんですよねスペース X 三菱重工は長年培ってきた技術さらにイーロン・マスク自動車とかもいろいろやってますけどまだまだ三菱重工が持っている事業規模にはかなわないですつまり隠れた技術を三菱重工はまだまだ持ってるはずなんですそれを集めれば必ずやスペース X にも勝ってくれるであろうとそして ロケット大国日本を作ってくれるそれが三菱であると私もロケット好きなんでねちょっと応援したいんですけれどもまあ、そんな形で三菱は未来を見ているという で、2025年の大阪万博に三菱未来館という形で、三菱がですね、未来何をしようとしているのか、それを肌で感じれる場所ができるので、大阪万博、ぜひ行ってみてください。もちろん私も、三菱未来館に行って、いろいろと情報をつかんだ上で、またこういった形で、三菱の未来物語バージョン2という形で発表できればと思いますので、その時はまたよろしくお願いします。それではまた。